チワングランプリ。この番組はマッチプロライターまりもと、アイドルサニースパイスが6ヶ月にわたり日の丸グループのホールで実践。マッチプロライターまりもはホールの代表としてマチスロ実践、各ホールの出玉力を証明し日の丸ナンバーワンを決定。ほぼ全員初心者のハニースパイスはまりもの指導でパチンコ修行、実力をつけて最終戦でメンバーの頂点を目指せ。 H1 グランプリ、さあ H1 グランプリ第2期3回目を迎えました。今回の収録店舗さんは日の丸洋画店さんでございます。私過去2回、最初は負けで終わってしまいましたが、前回は結構いい勝ち方をしまして、勢いに乗ってるところでございます。で、今回収録にね来てくださるゲストのハニースパイスのお嬢さんは、初回がね確かビューティー担当でしょ、で次がくびれ担当だったんですよ。今回はとんでもないのが来るんじゃないかと私期待しております。じゃあ早速来ていただきましょう。今回のゲストはこの方です。こんにちは。はい、ハニースパイスのツンデレ紫担当、アキニャンこと松本明菜です。よろしくお願いします。ツンデレ紫担当、はい、台本と違う。え、本当ですか。台本パイナップル担当って書いてあったよ。あ、本当ですか、うん、私ツンデレって言ってますパイナップル担当は誰なんですか。あ、パイナップルも私ですあ、パイナップル担当かつ、はい、ツンデレ紫担当、かつ紫です。はい、あ、なるほど。パイナップル大好きなんですよ。パイナップルはどんなとこが好きですか。はい、あのトゲトゲした見た目にもかかわらず切ったらあのジューシーで甘い実、うん、あ、じゃあだから、はい、ツンデレもそれに近いところがあるからですね。あ、そうですね。あ、今気づいた、ね、今気づきましたで今回、初めてパチンコするということで、はい、パチスロはしたことあるんでしょ。スロットですか。スロット、あの押すやつですよね。こうは押さないよ。あ、こう押すやつですね。こうやって押してた。こうやって押してました大変だなこれで、スロットはなんとなく分かったけど、はいはい、パチンコは初めて。初めてです。どうですか、楽しそうですか、楽しみですか。楽しみなんですけど、その回し方もまだ分かんないので。回し方、回し方っていうんですか、ボタンの押し方。ボタンの押し方まあ、ボタンいろいろあるんで、はい、そのあたりはやりながら覚えていけばいいと思うんですけど、はいはい、ただ一つ問題があって、はい、今日のこの洋画店って、はい、これ第2期って言ったじゃないですか、はい、第1期があったのね、はい、第1期の時に最下位だったの。うわー、マジですか。俺たちは今日、あ、なんか来た。そんなことないですよ。はい、ちょっと間入ってください。間、さあ、どなたですかはい、1回目の H1 グランプリ再開店長の洋画店店長キリンです。キリン店長。そしてこちらの綺麗どころは、はい、洋画店アイドルのイナッチこと稲畑です。よろしくお願いします。アイドル。はい、洋画店自称アイドルです。アイドル、じゃあアイドル今日2人いるわけですね。ね、その前の第1期で再開でだったんですよね。再開で何されたんですか。再開で。はい、ケツバットとビンタをされました。じゃあ今回はもうされたくないですよね。そうですね。じゃあそれなり以上に頑張ってくれてると。はい、今回は優勝優勝か噛み合ってねえな、あんまやってないでしょさあというわけで、私今回もパチスロ担当、そしてアキニャンがパチンコ担当で、第3戦行ってみたいと思います。それでは実戦スタートです。日の丸インフォメーション。今回の収録店舗は東京都世田谷区にあります日の丸洋画店。パチンコは4パチ1パチ合わせて308台、パチスロは20スロ5スロ合わせて216台。洋画駅から徒歩1分、ホールの最新情報、リアルタイムで更新される大当たり情報は DMM パチタウン店舗 ID 316-316 番でご覧いただけます。はい、
今ちょっとパチンコの打ち方を教えてもらったので、これからどんどん打って当てていきたいと思います。頑張ります。おっと、早速右打ち。ハンドルの扱いに手こずっているようです。あ、なんかやってるんですけど打てない、なんでだ。あ、これ赤だとあれですよね。 まさか赤い三角。あ、関係ない。あ、そうなんですね。頑張って本物の赤い保留を呼び込みましょう。マリモといえばシリーズ最新作発表で話題のあの台、皆さんお待ちかねの実戦がついにスタート。さあ、私第3戦目にしてようやくたどり着きました。ハーデスです、今回の実戦機種。このハーデスという機械がですね、まあもう随分設置から経っても1年ぐらい経ってるんで、皆さんもうご存知だと思いますがね、 AT 機です。派手な AT 機です。1回の上乗せで1000ゲームとかね、乗っちゃうこともあるような、そんな AT 機です。得意かって言われたら得意かどうか分かんないですけど、好きかって言われたら好きです、ね。まあ、好きが得意にはならないところがまた難しいところで。おまあ特殊リップでしょうけどね。さあ、特殊リップです。風が吹かなかったんで確実に上がったとは言えませんが、まあ、モードをアップに期待しましょう。お、さっきの特殊リップでもしかしたら裏モードがオンになったのかもしれない。さあ、そして下段キナナで風なので、またモードが上がってくれたかも。まあ、一番下のモードにいた場合、今の下段キナナで必ず上がるわけですが、まあ、もしかしたらもうちょっと上のモードに行ってくれてるかも。通常あるいは天国準備まで上がってくれてるかもしれません。マリモさん、今日は手袋着用ですか？この手袋はですね、自前ですと言いたいところなんですけど、自前じゃないです。なんか置いてあったんですよ、このタクシードライバーの人がつけてそうなやつ。あのね、最近年のせいか手がめっちゃ荒れるんですよ。やっぱ油がね、顔とかには出てくるんですよ、おっさんになると。ただなんか手のひらとかの油がすっごい減ってくんで、お札とか数えられないですよね、手にくっつかないから。で、油がないとやっぱそのね、表面をコーティングするもんがないんで、コインとか触るともうめっちゃガサガサになるんですよ。なのでこういうの置いてある店では極力つけるようにしてます。お肌トラブルとは無縁の19歳、松本明にゃん、そろそろパチンコに慣れてきたでしょうか。お、なんかすごいかっこいいの出てきた。わあ、緑だ。おお、赤。ん、おっと、右下のホラーに激アツの文字が。おお、これ打ってた方がいいですか？手を止めて期待しましょう。はい、はい、左下のアイテムが画廊剣に変わりました。うわー、うわー、
ここで八天王校の看板が出現。お、お、また来た、すごい。あ、3D。ちょっと上を見てください。あ、すごい。めっちゃかっこいい。何これ、やばい。すごい。びっくりした。頑張れ。お、いけいけ。あー、金色です。お、すごい。やばい、めっちゃかっこいいこれ。おー、すごい、やった お見事。そして突入率 51% の ST を獲得できるか。ああ、まだだった。あー、残念、負けました。わあわあ、負けちゃった。この後の時短に期待しましょう。はい。導入を目前にしたミリオンゴッド神々の凱旋、著名なゴッド打ちであるマリモ氏の期待は、まあ、後半が配信される頃には新しいゴッドが出ているのです。どっちかって言ったら、まあ、ゲームスワノスではないっていう話なんで、初代5号機初代に、まあ、似てるかなと、その流れを継いでるかなという感じです。なんというか、このハーデスとその例えば中段キナナ引いて300のせとか、ジャッジメントのハーデスで1000ゲームコンボフリーズとかつながって一気に1000ゲーム乗せたとか、そういう派手さは、まあ、ないわけですよね。見た目でそのゲーム数がドーンって出るっていうのは、じゃあまあそれに慣れてる人はどうなんだろうって心配する人もいるんですけど、まあそれはそれで、こっちももともとこのハーデスのがアリューですから、本流の方、本線の方はやっぱね、まあその凱旋の流れの方なんですよね。だから、まあ、多分すんなりゴッド好きな人は受け入れられるんじゃないかなという気がします。で、あっちはね、これはそのワンセットをどこまで伸ばせるかっていう楽しさじゃないですか。まあ、ゴッド引けばね、セット数でこう連チャンもしますけど、でもその本流の方、本線の方はその1回始まってひたすらコードロスがボンボン続いたら、一体どこまでそのこの連チャンは続くんだろうっていう楽しさを味わえる、目に見えない連チャンを予想するっていうんですかね、っていう楽しみ方ができるんで、まあ、別物かなという、似て非なるものではないかと思いますん で、 でハーデスもまだ相当数残ると思うんですよ、人気機種なんで凱旋が入ってもね。
やっぱ日によって気分によって打ち分けるっていうのも楽しいと思います。今気づいたんですけど、前日の最終がこの台224ゲームです。で今230ゲーム過ぎなので、据え置きだったら400のヘルゾーンの、裏モードですねがオンになるタイミングはもう過ぎてまして、で今から20〜30ゲーム遡ってみても、別にそんなに2人がじゃんじゃん出てたかとか、あるいはその杖でリプレイが外れるとかいう特殊な動きはしてなかったんで、特徴的な動きは、まあ、おそらく設定変更リセットが施されたのではないかなと思います。前兆っぽくなかったよ、全然引いたかもしれないね。止めますよ。はい、あれあれ普通に当たってたってことだ。もう3の時点でゴッドはないと思うんですけど、あれ何だ、前兆っぽい動きなかったよな。さあ間もなく当たるようです。何でしょうね、夏は当たりかな、まあ、通常モードで当たる台は、高設定だったり、まあ、偶数設定だったりとかね期待できるんで、これは悪い傾向ではないです。ここで当たるかな。早っ、350ゲームでファーストヒットでございます。投資が600枚投資です。さあ400はまる前に当たりました。まあはまらない方がいいのでね、これはいい方に取っておきましょう。いい風、さあワンチャン、やばい、50で終わる。はい、あ、続いた。最低は回避しました。残念、60ゲームでございました。AT の初当たりが、確定薬ゴッド、紫ナナ、ネオゾロイ、あとはキダナの4連以上かな、こういうのを除いて、初当たりの出現率が、まあ 300分の1から350分の1ぐらいで当たってくれてれば悪くはないと思うので、それに確定薬系が加わってくればね、初当たりが、まあ、300分の1前後ぐらいまで上がってくるかなと、250分の1とかまで上がってくることも考えられるので、まあ、それぐらいまで行ってくれれば、1回1回の、ね、当たりの見返りが大きい機種なんで全然問題ないです。お、結構増えましたね。60ゲームで240枚。お、冷やかしでした。ラストックがあるかと思ったけど、
お、え、これは悪くないよ、多分悪くない。巨大化で兜で左、ハーデスか紫七香か特殊リップの出目。はい、あーダメなのか、兜巨大化兜でもダメか。残念、実に残念。巨大化兜残念です。今のは当たったかと思ったんですけどね、紫7ぐらい、紫7ぐらいはあるかなと思ったんだけどな。日の丸インフォメーション、はい、今回、日の丸パチンコ洋画店に応援に駆けつけました、日の丸駒沢店です、日の丸パチンコ駒沢店は、洋画駅から田園都市線で2駅、パチンコ115台、その102台、小さいお店となっておりますが、寝台も積極導入して地帯台がきっと見つかる、そんなお店になっております。寝台といえば最近あの台が入ったそうですが、あの台なんか一発やりますね。一発かましときます。かましますか、はい。3月16日にウルトラマン17台購入いたしました。たくさんご用意しておりますので、皆様ぜひお越しください。またバトルが始まりました。うわぁ、めっちゃ危険度高いし、しかもやばい。このバトルを最後に時短終了、単発です。終わっちゃいました。未熟です、私まだ。はい、今ですね、初のパチンコ打ち終わったとこなんですけど、1回目を今1714玉出たんですね。6000円ということで、私ちょっと勝ってます。初にしてはまあいいスタートなんじゃないかなと思ってるので、まだ負けてないんでね、これからちょっともうちょっといっぱい頑張って勝ちたいと思います。頑張ります。この残念なニュースがマリモさんに届きます。単発だったそうです。単発の意味が分かってるのかどうかですね。まあ、初打ちだからな、分かれっていう方が無理ですよ。当たったことが嬉しくてもその後は別にどうでもいいんじゃないですかね。何回か打っていくうちに事の重大さに気づくっていう、あそこで裏の 50% を引けてたらどうなってたんだろうみたいなね。でも開始1時間でマックスタイプを当てるんだから大したもんですね。やっぱりビギナーズラックはありますよ。っていうことを考えると、下手に知識を持った人はっていうことですね。あー来た。どうも、はい、そうだ、引き忘れたんですけど、東京都で2番なんでしょ。3番。関東ブロックで4位でした。東京都会でした。ぜひ洋画店に会いに来てください。それエントリー5人ぐらいですか。すごい、いっぱいいた、いっぱいいたの。確かに3位っぽい感じですよね。なんかあの1位にはなれないけど、みんなに好かれそうな感じ。だから AKB で言うと誰でしょうね。柏木さん的な感じですかね。店内で大活躍中の日の丸洋画店のアイドルに対し、ハニースパイス松本明の働きぶりは。普段運はいい方ですか。運悪いです。普段運悪いんで、だから絶対パチンコとかやっても当たらないだろうなっていう、すごいネガティブな考えがよぎります。あ、でも私
結構中学生ぐらいの時から鳥の糞に当たることが多くて、それは運じゃなくて運の話、運がいいの。でもやっぱありかが一番運がいいと思います。この間の前回の多分収録の時もすごいってすごかったって聞いたんで、ありかの人生を見てるとなんかすごい自分の思ったようにその進んでることが多くて、あ、すごい運の持ち主だなってめっちゃ思います。いつの間にか AT 終了後500ゲーム、これは少し危険な展開か。いや全然ダメだ、何にも起こらない。リプレイ揃っても鎖も出ない。お、おそらく、下段の木棚から裏がオンになったんだと思います。569でヘルゾン当選、ここで当てられれば、続いてください。あー残念、さあ来い、厳しいですね今日は。お、2連続雷、3連続、はい、おお当たった、当たったよ。天国上がってたっぽくもないんで、また通常で当たったんですかね。まあ、下段の木棚がちょいちょい揃ってたんで、それで仕留めたのかもしれないです。まあ、いずれにしてもよかった、そこまではまんないで。610ゲームでございます。投資がもう結構いってるな。よし、来た来た来たよ。150ゲーム目標でいきましょう。さあどうだ、よーし揃った、クリック帰れ、あー来ない、あ乗せます。何引いた、中段チャンス目かな。お、中段リップだ、はい、これで130。乗らない、カットイン、来い、あー終わる、ちょっと足んなかった、目標に20足んなかったけど、まあ3桁スタートなんでよしとしておきましょう。さあ130ゲームスタート、上乗せゼロで、10分ぐらいで終わりました。ようやくいたあたり、早かった、でもまあ投資の3分の1ぐらいは戻ってきたので、またここから頑張りましょう。お疲れ様です。どんな感じですか。やばいやばい、何やばいですか。激やばい。お、じゃじゃ、いい風じゃないよ。ああマジですか。私一回大当たり出たんですけど、で今追加投資しました。ダメです。でもあの台って、はい、すごい当たりにくい台なんですよ、はい、今ある台の中でもかなり当たりにくい台だから、はい、それで引けたらまだやれる。本当ですか。だから ビギナーズラックは、はい、多分あるよ、はい、本当ですか。大丈夫、頑張ります。信じて打った方がいい、はい。ちょっとね今回してみまして、初当たりが
1200ゲームぐらい通常回して2回しか当たってないんですよ。ただまあその2回が若干気になるっちゃ気になるんですけど、当たり方がね。ただこの隣の510番台ゴッド番台がすごくいい展開というか挙動をしているので、これでひたすら粘ろうという人はあんまりいないんじゃないかなと。で隣打ってみて、で隣もなんか微妙だなって戻ってくればいいしっていう感じで、ちょっと隣行ってみます。後半戦に期待。一方、追加投手で暫定最下位となった松本、前半戦最後の見せ場を作れるか。おっと、ホラーが保留に張り付いています。そしてリアンが見事に退治。お、金色の保留です。お、本当ですか。お、お、来てくれ。お、継続。お、緑。かっこいい、かっこいいですね。頑張れ。お、わあ、めっちゃ強そうなの来ましたね。うわあ、うわあ、週間発表でございます、はい。なかなか2人とも苦戦しているようですが、はい、てか寒いよね。大丈夫です。大丈夫、元気、もう元気なんで。じゃあ10分くらい喋る。いやー、短めでお願いします。それが嫌なんだ。じゃあまず僕からいきますと、はい。ハーデス、アナザーゴッドハーデスというパチスローをね、はい、打ってるんですけども台を、今1450枚使われまして、使いまして、100枚ぐらいかな、手元にあるんでマイナス1350枚ぐらいです。さあ僕はそんな感じですが、はい、対するあなたはどうでしょうか。はい、私はですね、3000玉使ってマイナス
あ、手元にないので、ないので、マイナス3000ですね。なるほど。じゃあ今、暫定ビリですね。はい、そうなんですよ。もうね、やばいですよ。2人いますけども。はい、ビリになっちゃった。年上2人が頑張ってくれたのに、はい、あなたは今、暫定ビリですよ。一番フレッシュな子が来たのに。一番多分運ないんで。でもまあ1回当ててくからね。あ、まあ、大丈夫ですよ。そうですね、はい、うん、さあ、そんなわけで、前半戦は2人とも、マイナスな感じになってしまいましたが、後半なんとか2人ともね、はい、頑張っていこうと思いますんで、ぜひ後半もお楽しみに、はい、このままではマリモに託した日の丸洋画店松本明菜ともに再開、両者爆発力のある台で追い上げることができるのか。初めて。後半戦もお楽しみに。